丸い花のような曲線を描く輪郭を持つ皿。見込み、すなわち上から見た底のあたりの部分には動物と植物のモチーフが絵付けされています。江戸時代17世紀に制作された東京国立博物館が所蔵する色絵梅竹虎紋皿、ヨーロッパに輸出するために作られた複数の色彩で絵付けを施したこの器は、型を用いて形を整え量産された平皿。広い余白の部分と竹と梅のおめでたい植物モチーフ、そして虎の姿、じっと前を見つめる虎の表情、曲がりくねる大枝、水平に伸び、しかし急に縦の方向へと向きを転じる枝と、その枝に咲く白と赤の小さな丸を連ねた梅のデフォルメされた姿には、1690年代には完成していた柿右衛門様式の独特の表現スタイルが確認されます。